北アメリカの東部、1763年宣言で赤色と桃色着色部の境界が惹かれた。1763年宣言はフレンチ・インディアン戦争、7年戦争の終結に伴い、北アメリカのフランス領を獲得したイギリスが1763年10月7日、イギリス国王ジョージ三世の名で発した宣言である。宣言の目的は、イギリスの広大な北アメリカ領土を組織化し、 西部辺境における毛皮取引、入植及び土地の購入の規則を定めて北アメリカインディアンとの関係を安定させることであった。基本的にアメリカの植民地人に対してはアパラチア山脈の西側で入植や土地の購入を禁じた。さらにこの宣言はイギリス王室にアメリカ先住民族から購入した土地を独占的に取引する権利を宣言していた。 これに対して、すでに当該地域に土地を所有していた多くの植民地人は憤りを募らせることになった。1763年時点で大英帝国の直面する最大の問題は、1763年のパリ条約でフランスから獲得した領土に住む北アメリカインディアンとの和平を保つことであった。特に五大湖地方に住み多くの先住民族は、 フランスと長い間密接な関係を続けてきており、イギリスの支配下に入ったことで混迷していた。ポンティアック戦争は、以前フランスが領有権を主張していた土地をイギリスが占有することを阻止するために、先住民族が起こしたものであったが、不成功に終わった。1763年宣言はポンティアック、戦争以前に発行されていたが、紛争の勃発によりその実行が急務となった。 イギリス政府の役人はアメリカインディアンにイギリスの規則を認めさせ、それ以上の敵対的行動を抑えようと考えた。この宣言は大西洋岸にあるイギリスの植民地とアパラチア山脈の西側のアメリカインディアン保有地との境界線を定めた。宣言線は白人とアメリカインディアンとの間の高級的な境界を意図したものではなく、順を追って法的な手段で、 さらに西方に利用可能な土地を増やしていくための一時的なものであった。アメリカインディアンの土地をめぐって過去に問題を起こしてきた私的な取引を禁止し、その代わりに当該インディアンとの公的な集会あるいは議会でイギリスの役人が土地の取引を行うこととしていた。さらに植民地人の宣言戦を超えた移動と入植を禁じ、植民地の役人は本国の承認なくしては、 土地の所有権を特許してはならないものとした。この宣言は、イギリス王室にアメリカインディアンから独占的に土地を購入する権利を与えていた。歴史家のコリン・キャロウェイによれば、この宣言が民族の主権を認識していたか、あるいは少しずつ蝕んでいくこととしていたかはどちらにも否定的であるとしている。宣言の文脈からは、すべての土地が、 究極的にイギリスに属するものと考えていたのは明らかである。しかし、この宣言で先住民族には過去に占有していた土地に対するある主権利があり、一方で先住民族の主張には関わりなくイギリスが土地の特許を行えるとした重要な洗礼になった。この宣言後すぐに多くのイギリス人植民者や土地投機家が宣言戦に異議を唱えた。 すでに宣言戦を超えて多くの入植者が入っており、まだ多くの土地に関する訴訟が収まっていなかった。実際のところ、宣言自体は7年戦争に従軍した、イギリス軍兵士に土地を特許されるようにしたものだった。著名なアメリカの植民者とイギリスの土地投機家が組んで、イギリス政府に働きかけ宣言戦を西に動かそうとした。その結果、境界線は、 アメリカインディアンとの一連の条約により調整されることになった。スタンウィックストリデ条約、ハードレーバーの条約、及びロッハーバーの条約により、現在のウェストバージニア州、及びケンタッキー州の大部分がイギリス人に入植可能となった。1763年宣言は、植民地の拡張の取り決めを行うほかに、新しく獲得した旧フランス領の管理方法も決めた。 4つの地域について政府を作ったケベック、西フロリダ、東フロリダ及びグレナダである。これらの地域はイギリス政府の指名する総督あるいは評議会のもとで議会議員を選出することが認められ、イギリスや植民地法に基づいてその地域固有の法律や条例を作ることになった。一方で新しい植民地は イギリス本国で生まれたものと同じ権利を享受することになったが、これはアメリカにおけるイギリス人植民者が何年もその権利獲得のために闘争を続けていたものだった。イギリス人植民者にとってさらに侮辱的なことは民事及び刑事裁判所が控訴権まで備えて設立されたことであった。植民地では 1764年の佐藤法や1765年の因子法に違反して告訴されたものは、開示裁判所にかけられることになっており、権威がかけられた者が無実を証明できるまでは、有罪と考えられていた。1763年宣言が、後のアメリカ独立戦争に及ぼした影響については、様々に解釈されてきた。 多くの歴史家は戦術のようにいくつかの条約で入植できる土地が広がったために1768年以降の緊張関係の主要な種ではなくなったとしている。しかし植民地人に憤慨を与えたことで植民地と母国との間の溝を深めたとする歴史家もいる。アメリカ合衆国においては1783年のパリ条約で問題の土地が イギリスよりアメリカに移常されたために、1763年、宣言は効力を失った。その後合衆国政府は偏京における暴力を阻止する大問題に直面することになり、結果的には1763年宣言と類似した政策を取ることになった。一連のインディアンとの友好法の最初のものは1790年に決議され、 アメリカ先住民の土地での違法な取引や通行を禁じた。さらに、1823年のジョンソン対マッキントッシュの最高裁による判例で、詩人ではなくアメリカが衆国政府のみが、アメリカ先住民から土地を購入できるものとなった。1763年宣言は、イギリス領北、アメリカ、特にアッパーカナダとルパートランドにおける、 先住民固有の領土については有効であった。この宣言は、カナダの先住民、ファーストネーションズ、エスキモー及び名ィの土地に関する所有権主張のもとになっている。1763年宣言は、カナダ権利と自由の検証の第25章にも言及されている。ありがとうございます。